はい、今回はセラカップリッドに取っ手をつける方法についてご紹介したいと思います。セリアで販売されてからもう 3,4 ヶ月経ちますが、こんな風に、便利に使ってます。まあ熱くならないので取っ手があった方がいいかなということでやってます。で、使うのはこれですね。もともとはダイソーで売ってた5本110円の、ミニスパナーですかね。なんか正確には丸い方がレンチで、丸くない方がスパナってなんか呼び分けてるみたいですけど、まあとにかくこの、コンピレーションの、レンチとスパナが一体になったものをつけていきます。ですね、こんな風にまあ5本セットの中で、私は一番小さいやつですね、これをこの普通のボルト、プラスドライバーの、で締めることができるボルトを使って、ナットで締めていきます。ネジのサイズが M の4ですね。ちょっと小さめのものです。M の4。ダイソーで売ってるボルトセットの中にも M4 が入ってますので、なんならそれでも普通に作ることはできると思います。で、反対側からナットでこのように締めてやると。ちょっとこう余るので、長さが気になる方なんかは、金の子とかがあれば切ってやってもいいかもしれません。で、まあ比較的しっかりと締めるというかですね、あまりきつく締めてもステンレスの板が薄いので、曲がっちゃうだけですので、手で回せる範囲で、締めてやると、こんな感じで固定されます。はい、まあこれで一応完成ですね。で、ネジなのでどうしてもですね、回すと締めるか緩むかというふうにちょっと作用しちゃうのがね、ちょっと弱点なんです。はい、こんなふうにプラプラになるんですね。締める方にやると硬くなるし、緩む方にやるとちょっとこう緩んじゃうということで、また手で締めればですね、こんなふうに直せるんですけど、熱くなっちゃうとですね、手で直すのも嫌ですし、熱くなってこう、蒸気がたくさん蓋の裏にくっついてる時なんかにこうプラプラされるとですね、ちょっとこう調理がしづらいですから、そこでこのボルトとナットではない方法というのがですね、いいかなと思ってちょっと別の方法で試してみます。はい、というのがこれですね、リベットアルミ平リベット 3×6、これまあ普通のホームセンターとかで売ってるやつですね。100円ちょっとで40個ぐらい入ってますので、こんな形をしたアルミの、ものです。部品ですね。で、アルミなので、金槌で叩いてやると潰れるんですね。で、頭を潰すことによってかしめて止めるというふうな使い方をします。はい。先ほどの、ミニスパナでもいいんですけど、ちょっとですね、スパナじゃなくて今回はこんな、ブロンズの一文字っていう、金具ですね。これもホームセンターで100円ちょっとで売ってるんで、それをつけてみようと思います。ちょっとせっかくリッドが使い込んで、いい感じの色合いになってますので、それに合うような感じのブロンズでやってみようかなと。で、リベットかしめるときはですね、こんな風に何かこう、金床っていうんですかね、硬いものの上に置いて、で、反対側から金槌で、叩いてやる。はい、こんな感じですね。叩きすぎると回らなくなっちゃうので、もうこれは一発勝負です。ちょっと慎重に。はい、最初は緩めに叩いて、あとはちょっとこう、ですね、回り具合を確認しながら、次第にこう、叩いていくという感じですね。これダイソーの金槌をですね、ミニ金槌をペグハンマーとして使ってるんですけど、それで今叩いてます。どんなものでも全然叩けると思います。100均の金槌で十分だと思います。アルミなので非常に柔らかいので、もう一枚ちょっと新しいリッドの方にも、今度はブロンズじゃなくてステンレスの金属光沢の方の一文字をつけてみようと思います。同じようにリベットを穴に刺して、で一文字を入れてですね、一文字回す方向に入れないといけないので、反対側に入れちゃうと回らなくなるので、そこはちょっと確認をしてください。
こんな感じですね。のリッドの蓋の上側に、丸く回って収まるような向きで一文字は留めてます。これもちょっと回りすぎるようだったら叩いてやって、いい感じで固定されるような塩梅を探しますね。完成です。まあちょっとシールは貼りっぱなしでやってますけど、後で剥ぎますね。これでしっかりと、使えるだけの、固定されるで回るけど、こうくるくるはプラプラはしないというぐらいになりました。なのでこう2枚重ねる時も、こんな風な感じで回してやるといいですので、収納もしやすくて便利かなと思います。ユニフレームのやつだとですね、取っ手がついたリッドありますけど、2枚重ねることができないんですね。こちらの方が個人的には便利だなと思ってます。でちょっと重ねるときには一文字を曲げてやることによって、よりこう、安定して重なるような重なり方を、作ることもできますので、まあ、このあたりはもう本当 DIY の、便利な点ですね、自由にできるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、リッドが熱くなっても、何かこう、ペンチのようなもので持ったり、ハンドルがなくても、パッと持てるということで便利だったので紹介しました。よかったら挑戦してみてください。